後ちょっともらうね。さあ最後は上級編、すっごい難しいかもしれない。みんなしっかり見てたね、ひーくんのこと。お題は昔話、昔話。分かった、みんないけるかな。よし、それじゃあひーくん昔話よろしくお願いします。昔か、あれ、カッくん登場するの。え、何してんの、なんでなんで、え、何それ、昔話だよね、そんなのあった。さあ皆さんしっかり考えてくださいね。一応全部するのかな、ひーくん。よし、とりあえず最後までで完結まで見届けますよ。さあみんな何これだよね、ちょっとわかんないよね。さあどうかな、みんなどう、なんか仲が分かってきた人もね何人かいるみたいだよ。一生懸命昔話してるからね、みんなちゃんと見ててよ。ね、ちょっとね先にね一番最初にね手を挙げてねくれた方がいるからね、ひーくんこっちにいないかな、こんなふうに聞こうかな。じゃあ今の昔話何だったかわかる？いける？いける？あれ難しいか。じゃあお母さん代わりにどうぞ。お母さん代わりに浦島太郎でいい？ひーくん、浦島太郎、どう？うわー、正解！おめでとう！おめでとうございます！どうぞ！ありがとうね！みんな上級、みんな浦島太郎分かった？分かった？本当？かっくんいじめてたけど、かっくんカメさんにしたんだね。かっくん、吹っ飛んでるけど、かっくん、大丈夫？もうかーくんいじめないでね。浦島太郎だったのね。ありがとう。今日はねシールもね多分まだ持ってきてるから、今後で欲しい方もらいに来てね。うん、今日はねみんなが参加してきてくれたから、みんなにプレゼントしたいと思います。みんなありがとう。今日のみんな